ちょうど30m。向こうから15m。すごいな。すごい。やったね。ここね、エサシの本領ですよ。すごいな。よー、元気だね。元気だよ。うわ。この瞬間だけ酔いを忘れられる。この瞬間だけマジで。上がってくるよ。よし。さあおいで、タチウオちゃん。へい、暴れてるよ。また大きな子が来たね。すごい。おお、また釣ってるよあいつ。うわ、危ない危ない。さすがだね。すごいな。いや、ほんと綺麗。めっちゃ綺麗。ねえ、キラキラ。え、だってこれなんか宝石に塗ったりとかって使われてたんですよって聞いたことあるんだけど。やりました。あとめぐちゃんだけよ。今日絶対釣りますからね。もう分かったよ、その意気込みは。ちょっとほんと早く来ないかな。頭の色変えるそうです。はい、今のジグと重りあるじゃないですか。あの色に基本的に本能で動物は目を狙ってくるんですよ。なので頭の部分をこう食ってくることがよくあるので、でそこの部分の色が違うだけで魚が食ったり食わなかったりする時もある。来たよ。え、ちょっと、めぐちゃん来た。え、ちょっと、バレた。バレた。いや、ちゃんと前に手で巻いた方がいいかもよ。まだついてるかもしれないから。助けて助けて助けて、誰か助けて。いるじゃん。いる。いるでしょ。いる。来たかな。来てる。あ、いる。早すぎないそれ。大丈夫。早い。そう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 。え、いるかな。なんかいない気がする。そう、手で巻いた方がいいよ。手で巻くんだ。うん。あ、バレてる気がする。あ、バレた。あ、ついてるついてる。あげろあげろ。あ、カメラマンさん。そっちか。やったよかった。ありがとうございます。釣れた。あいつ全然手で巻かなかったよ。やったー。イエーイ、おめでとう。ちょっとさ、竿が心配だ。おめでとう。あ、やったー、やりました。やりましたね。全然手で巻かないから。もうパニック。やりましたー。やったー。もう気持ち悪い気持ち悪い。マジで、あ、吐けないな。出ないんだよね。気持ち悪い。出ない。今ダダ巻き？うん。今はそうダダ巻きしてた。もうマジ何回も何回もやりよくて、ちょっと心折れそうになったけどよかった。そろそろお酒かなって思ってたところで釣れました。よかった。あれ。よく飲めるな。無理だよ。もうこんなんだもん。だって死んだ。もう髪の毛とかもぐちゃぐちゃ。ガソリンは大事だから。いや、本当ガソリンそろそろ入れようかな。今飲んだらさっきのおにぎり全部吐く。あー、おにぎり食べたいね。動画は流さないミッションをクリアしたんで良かったです。まずいものを流されそうになったから良かったです。まだまだ頑張ります。
もうあそこら辺降ってんね。ね。まあラストちょっとやって。もう顔がね。思いっきり目がかりの後もありますどんだけのお風呂吸いたいんですか
こんな大物狙っちゃってね。すごい、地球釣れたわ、すごい。貝が思いっきりついてます。大地も。はい。誰が一番美味しいのか検証しましょう。はい、そんな検証できんの。もう見てください、もうあれ雨ですから、雨が目に見えてますから、十分遊んだんでね。雨に打たれる前に帰りますか。そしたあとめぐちゃんのパイオスも見れたんで帰りましょう。あ、そうですね。綺麗なおっぱい。ちょっと、あ、危ない危ない。じゃあ上がりますかね。はい。わ、すごい。ちょっと物足りないかなと思って。いや、すごいねえ。はい。あれ一匹でしたっけ。俺一匹。あ、同じですね。いや、同じ。同じ。でも吉野さんが脱ぐとすごい釣れるんですよ、みんな。すごい。めぐちゃんが脱いでも何にも釣れなかった。え、あ、そうですか。はい。まあちょっと波あれですしね。プラス思考です。波があれだった。でも、あのカメラいっぱい撮ってもらったんで。いや、まあね。はい。いいですね。はい。みんな立ち往になりました、ちゃんと。もう一回聞いてください、カメラマンさん。カメラマンさん、このドスケベカメラマンさんに聞いてみてください。カメラマンさん、タチウオになりましたか。私のこれでタチウオになりましたか。私のこれでタチウオになりましたか。下ネタだよ。しょうがないよ。そうですね、すいません。まあでもめぐちゃんのおっぱいではタチウオはおっとかなかったですね。立たなかった。そう、おっとかなかった。全然竿がもう、うん、うんともすんともや。いやいや、天気あれですよ。天気はすごかったから。まあそうですね、虹出ましたから、ね、お天道様は落とったけど、お天道様は、はい、ねえ、おちんこ様はどうにもならない。最低だよ、最低だよ。さあ、釣ってきました。いいよ、しょうがない。ほんとだ、すごい。びっくりしたんだけど。ちょっとめぐちゃん、行っちゃって。いや、いや、いや。